ニコメディアは、現在のトルコ共和国領内に存在した古代、ギリシアの都市、286年にローマ帝国東部の実質的な首都となった。この都市の地位は、複数の皇帝がローマ帝国を治めるテトラルキア体制が継続している間維持された。テトラルキア体制の崩壊後、は324年のクリュソポリスの戦いで、 コンスタンティノス一世が力ニュスを打ち破り単一の皇帝となった。330年、コンスタンティノス一世は、自らの名前をボスポラス海峡のヨーロッパ側にあるビュザンティオン市に与え、コンスタンティノープルと解消した。後にこの都市が事実上のビザンツ帝国の首都となり、ニコメディアの実質的な首都としての地位は失われたが、その後も重要な都市であり続けた。 この都市は、紀元前712、711年に、メガラ人の植民地として建設され、元来は、アスタコスとして知られた。リュシマコスによって破壊された後、この都市は、ビチュニア王にコメデス一世によって、全264に、ニコメディアという名前で再建され、それ以来昭和時ア北西部で最も重要な都市の一つとなった。カルタゴの偉大な将軍、ハンニバルバルカは、 彼の生前最後の年に、ニコメディアを訪れ、近郊にあるリビュッサで自殺した。また、歴史家、リアノスはこの地で生まれた。コンスタンティウス2世とファウスティナを称えるメダリオンのある、このベルトの一部分。これは、ニコメディアで鋳造された。ウォルターズ美術鑑賞ニコメディアは、ローマ帝国のビチュニア族州の大都市。 首都であった。ビチュニア総督を務めていたショープリニュースがその人気の間、トライアヌステイに捧げた作品、少子ではこの都市は繰り返し言及されている。ディオクレティアヌステイはテトラルキアを導入するとともに、この都市をローマ帝国の東の都とした。ニコメディアはキリスト教徒に対するディオクレティアヌスの大迫害の中心であった。この迫害は、 ディオクレティアヌス帝と彼の副帝ガレリウスの下で行われた。303年2月23日、異教の祭典テルミナリアの日、ディオクレティアヌスは新築されたニコメディアの教会を破壊し、聖書を焼き、宝石を没収するよう命じた。翌日、彼はキリスト教徒に対する第一直礼を布告した。これは帝国全土の教会に対して、 同様の処置が取られるべきことを命じていた。このニコメディア協会の破壊は、市内でパニックを引き起こし、月の終わりには火災がディオクレティアヌスの宮殿の一部を破壊し、続いて16日後にも別の火災が発生した。火災の原因についての調査が行われたものの、公式に訴追されたグループはなかった。しかしガレリウスは、キリスト教徒を罪ありとした。 ガレリウスは2名の宮廷の宦官,官がキリスト教徒と共謀して火災を起こしたと主張し、この宦官,官たちの処刑を監督した。続いて303年4月の終わりまでさらに6人を処刑した。直後、ガレリウスはニコメディアが安全ではないと宣言し、この都市の死者をローマで晒し者にした。ディオクレティアヌスもまたすぐそれに続いた。 テトラルキア体制下のローマ帝国の地図、教区及び四つのテトラークスが示されている。ニコメディアは、東方の制定となったディオクレティアヌスによって、東部の、そして上位の首都として選ばれた。ニコメディアは、平立皇帝リキニウスが、コンスタンティヌス一世に324年のクリュソポリスの戦いで敗れるまで、ローマ帝国の東の首都であった。コンスタンティヌス一世は、 ビュザンティオンに新たな都市を建設した後もニコメディアを拠点していた。彼は337年にニコメディア近くの離宮で死亡した。コンスタンティノープルはその後ビザンツ帝国の首都の地位を確固たるものとしていくが、ニコメディアはコンスタンティノープルにつながるアジアの交通路の収束地点という立地によって、その後も重要性を維持し続けた。しかし、 358年8月24日の大地震とそれに続く火災がニコメディアの大部分を破壊した。ニコメディアはより小規模な都市として再建された。6世紀皇帝ユスキニアヌス一世の下で新たな公共建築軍が建設されニコメディアは拡張された。首都コンスタンティノープルへと続く街道上に位置するこの都市は主要な軍事拠点であり続け、 イスラーム勢力に対するビザンツ帝国の遠征において重要な役割を果たした。451年、現地の主教座はコンスタンティノープル総主教長管轄下の不主教座に昇格した。このニコメディア不主教座は、のチアやエイピスカッポトゥームにおいてコンスタンティノープル総主教長に属する不主教座の中で序列第七位とされていた。世紀。 皇帝コンスタンティノス5世は746年から747年にかけてコンスタンティノープルでペストが流行して首都にいられなくなった際、しばらくの間ニコメディアに宮廷を置いていた。840年代からニコメディアは手ま手まオプティマトイの首都となった。この頃までに古い海岸部の町の大部分が放棄されており、ペルシア人地理学者イブン・フルダーズベは ニコメディアが廃墟の中にあり、居住地は、球場の上塞部に限られていると説明している。1080年代、ニコメディアは、アレクシオス一世コムネノスによるセルジューク町に対する、遠征で重要な軍事拠点として機能し、第1回十字軍と第2回十字軍がこの都市で宿営した。ニコメディアは1204年のコンスタンティノープル陥落の後、後 一時ラテン帝国の支配下に入った。1206年の後半、セネスカルのティエリード・ドルースがここに拠点を築き、聖ソフィア教会を要塞に転用した。しかし、この拠点は、ニカヤ皇帝テオドロス一世ラスカリスによって絶え間、ない襲撃を受け、この襲撃の中で、ドルースは、ニカヤ兵によって捕らえられた。1207年の夏までに、ラテン皇帝アンリは、ドルース及び、 テオドロス一世によって捕らえられていたその他の旅衆と引き換えにニコメディアを退去することに同意した。この後、ニコメディアは一世紀以上の間ビザンツ帝国の支配下に残留したが、1302年のバーフェウスの戦いでの敗北の後には急成長するオスマン君広告によって脅かされるようになった。 ニコメディアは1304年と1330年の2度、オスマン帝国によって包囲され封鎖された。そして最終的に1337年にその軍門に下った。ローマ帝国時代、ニコメディアはコスモポリタン的かつ商業的に成功した都市であり、ローマの主要都市にふさわしい快適さの全てを享受していた。ニコメディアは2つか3つの水道橋から、 豊富な水の共有を受けていることでよく知られており、そのうち一つは、ヘレニズム時代に建設された。ショープリニウスは110年頃に作成した、トライアヌス帝への、少子で、ニコメディア人は二度にわたる工学的トラブルに、直面した、未完成の水道橋のために351万8000セステルテウスを無駄にしたとぼやいている。トライアヌスは、ショープリニウスに、 水道橋を完成させるための処置を取ることと、多額の資金浪費の背景にあるであろう、役人の汚職について調査するよう命じた。トライアヌス時代にはこの地には大規模なローマ軍の中屯地もあった。他の公共施設には、劇場、ヘレニズム都市に、典型的な列中道路、そしてフォルムがあった。重要な宗教的聖地として、デメテルの神殿があり、これは、 港の上にある丘の神聖な境内に立っていた。ニコメディアは、ローマの公式宗教を熱心に採用し、コンモデステイに捧げられた神殿、オクタヴィアヌスに捧げられた町の聖地と、共和制末期に混流された女神ローマに捧げられた神殿があった。ニコメディアは二百五十三年に、ゴート人によって略奪されたが、ディオクレティアヌスが二百八十三年にこの都市を自身の首都にした際に、 壮大な再建を行い、巨大な宮殿、兵器所造兵局、そして新しい造船所が建設された。イズミットに残るニコメディアの水道橋の後ニコメディアの遺構は、人口中密な現代の都市イズミットの地下に埋まっている。このために広範囲な発掘調査は行えなくなっている。20世紀の都市化が進展する前、都市を囲むローマの城壁と、 かつてニコメディアに水を供給していた水道橋といった重要なものを含む素晴らしいローマ時代の都市以降を見ることができた。その他の記念碑にはイスタンブル通りにある2世紀に設立された大理石のニンファエウム市内のユダヤ人墓地の巨大な水槽、港湾の城壁の一部がある。1999年のイズミットの地震はこの都市の大部分に 深刻な損害を与えたが、同時に、瓦礫の撤去の間に、古代ニコメディアについての重要な発見をもたらし、ヘラクレス、アテナ、ディオクレティアヌス、コンスタンティヌス一世のものを含む、豊かな古代の彫像が発見された。地震から数年後、イズミット地方文化総局は発掘調査用の小さな区域を割り当てた。この区域には、ディオクレティアヌスの宮殿跡と特定されている地区や、 そのそばのローマ劇場の跡が含まれる。2016年4月、小イリ博物館の監督の下で、ディオクレティアヌス宮殿のより広範囲の発掘が始められた。この宮殿遺跡はの6万平方メートルの広さを持つと推定されている。ありがとうございます。